はい、ではパック燃料の方をね紹介していきます。こちらは、簡単着火パック燃料 27g が3個入りですね。で1個の燃焼時間が、約20分というふうになってます。日本製ということですね。3つで110円ですから、まあまあですよね。で、株式会社日燃さんの商品ですね。で、ここに注意事項書いてます。着火用としてご使用の際にということで、パック燃料は木炭や薪などの下に置いて着火してくださいと。上に置いちゃうと、パック燃料の中身が飛び散って火傷や火災の原因になる恐れがありますということで、必ずこの燃料は薪の下側に置いてくださいということです。主成分はメタノールとなってますね。はい、でこちらジャンコードです。はい、こんな感じですね。はい、ではね開けてみます。まあ普通にこっから出すと、はい、こう3つねくっついてるわけじゃなくてバラバラですね。でこんな感じで、まあ食べられませんよとか、ね、開けないでくださいねということが書いてます。まあ普通のパック燃料しっかりとね密封されてますので、まあ、そういった意味ではね、途中でこう気化したり、することもなく安全ではないかなと思われます。はい、でサイズの方なんですが、まあ、ざっくりですね、この全体が、この短い方が75mm、まあ、7.5cm で、長い方が 88mm ぐらいですね。75-88ぐらいとなってます。ですのでこれはあれですね、中華の、Amazon で買ったやつですけど、こういうポケットストーブに、綺麗に大体収まる感じですよね。こういう感じで1個だと、20分ということでしたから、2個だと40分。あ、これ入りますね。綺麗にね。だからまあ40分はいけるということですよね。ざっくり。これ3つはきついです。3つはさすがにもう入らないですね。こうなってて。無理やり入れるとね、こう破れちゃってはいけないので。まあ、ただ2つは入るので、まあ結構無理なく普通に入りますね。はい。ということで40分はいけるという、まあ便利なね、燃料なんじゃないかなというふうに思います。あ、ただし、そうですね、注意事項っていうか、まあ、当然ですけど、これでこのまま火をつけちゃうと、下がね、受けるものがないですから、まあおそらく下にね、何かしらこういうアルミホイルとか、これは厚めのものですけど、何かしらの保護をしてからね、乗せてやらないと、この下がダメージを受けるということになりかねませんので、その点はね、ご注意ください。はい、でね、注意事項を読むと、フィルムの上に点火してくださいとか、パック燃料は木炭や薪の上に置かないでくださいみたいなこと書いててね、まあ、飛び散って危険ですよっていう、ちょっとこれはね、どんな感じなのかちょっと想像がつかないので、ちょっと一回やってみようと思います。はい、これはね、くれぐれも、自己責任でね。で上の方に火をつける。今ついたのに消えましたね。こんな感じかな。ついたかな。でちょっとポケットストーブでやってみましょう。なんかバチバチ言いながら燃えてる感じですね。朝なのでちょっと光がね外から入ってあまり暗くならないんですけど、一応ね飛び散るっていうのは怖いので、この風防でね周りだけ囲んでますけど、一体どういうことなのか、飛び散るとは意味がよくわかんないので。でね、今燃えてるんですけど、なんだろう、周りのあのビニールの縁の部分ばっかり燃えてる感じで、中のあのジェル部分、メタノールかな、これはメタノール系ですね、の燃料に、あ、今少しついてきたかな。なんか少しだけついてるような見えます、に見えます。ちょっとね、スマホのカメラだと見えにくいかもしれませんけど、見えますかね。はい、あんな感じでね、なんかバチバチ言いながら、
なんか思ったのと違う燃え方してますね。なんか端っこだけなんか変わった燃え方をしてますね。まあね、じゃあちょっと、これ500ミリリットルのね湯が入った夜間を置いてみようと思います。どうなんでしょうね、これでいけるのかな。ちょっともう一度確認。少しずつこう内側に向かって燃えてきてる感じで、その分ね燃えてる、場所が増えたので炎も強くなってきたような感じですね。はい、ちょっとこのポケットストーブはね大きいやつなんですけど、ちょっとちっちゃいのがね、今なかったので大きい方でやってます。今、3分ほど経過しましたね。はい、でやっぱね、ちょっとずつ燃える面積が広がってるので、こんな感じでね炎が大きくなってますね。見えますかね、なんかよくわかんない表面のあのビニールは燃えて、ただ中の中の透明のジェル部分、あそこに火が移ってるんですが、セリアとかで売ってるね丸い固形燃料メタノール系のあれよりもね燃える面積が広いので、明らかにねこれ火力はね、強いですね。火力は強い、その分短い時間でね消えちゃうのかもしれませんけど、どうなんでしょうね。燃焼時間の説明がですね、1個で約20分っていうふうにこれ書いてるんですね。約20分燃えますよっていうね。だから今、46分だから、約4分ぐらい燃えました。まだまだ、ね、あと15、6分燃えますよっていうことですよね。なので、500ml の湯は、全然楽に沸くんじゃないかなというふうに思います。さっき注意書きにね飛び散るのでって書いてましたけどね、今のところそういう気配は感じないですね。飛び散る気配は感じない。ただ炎の勢いがねかなり強いのでね、これはあれですね、あのちっちゃいメスティンとかでご飯炊くともしかしたら焦げるんかな。なんか以前酒井チャンネルさんがねなんかこれを使って炊飯やってたような気もしますが、ちょっとはっきり記憶ないですね。これはもう火力強いんでね、あのちっちゃい丸い 20g から 30g の間のね同じかのブルーのタイプの、アルコール系の固形燃料、あれよりはね瞬間的な火力は熱いと思いますよ。かなり暑いんじゃないかと思います。まだね5分ぐらいしか経過してません。で匂いはですねほぼないんですけど、おそらくの周りのねこのジェルの周りのビニール透明の部分が燃えた時だけ、敏感な人ならねちょっと感じるかなっていうぐらいの匂いじゃないかなと思います。部屋の中でねやってて、私もその時だけね、ちょっとなんか燃やしたのかなぐらいが分かる程度の匂いはしましたので、今の換気をね良くして、北側と南側のね、窓を開けてやってるのですけど、そんなにねあのきつい匂いとかあのヘキサミンを燃やした時のようなね、あの何とも言えないその、なんていう匂いなのかなあれ、あのちょっと言葉で難しいようなねあの匂いはしないですね。これはあのアルコールなので基本的には無臭ですね。はい、ということで今、6分ぐらい経ちましたね。まだまだあとこの3倍ぐらい燃えるということで、そんな感じですね。ただ多分ここからはですね炎の勢いが少しずつちっちゃくなってくるんじゃないかなと思います。今ご覧になった通り、ジェルがね全体にもう火がついたので全体から燃えてますので、その燃えた分だけどんどんね、炎が小さくなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、20分間燃え続けるよって言ってもね、あのこの火力が20分間続くわけじゃないんじゃないかなというふうに思いますね。今 500ml ちょうど湯が入れてるんですけど、蓋を取るとかすかに湯気が出る程度で、まだちっちゃいね
鍋底に気泡のようなものができるところまでは行ってないですね。はい、かれこれ今、今4分の3、7分ね、あ、8分経ちました。8分でこんな感じ。まあ、飛び散るということはなさそうなんでね、絶対ではないんで、くれぐれもね、注意事項を守って、やっていただきたいんですけど、今私がね、こう初めて試してる感じだと、まあ、飛び散るというほどの飛び散りはないような気がします。少なくともね、キャンドゥとかダイソーでね、売り出してるようなすり鉢型のね、アルコールストーブ、あれよりはね、構造的にはああいうものではないのでね、あそこまでの心配はないような気がしますね。あれはね、どうしてもね、すり鉢のね、内壁内側の部分にね、アルコールが気化した、気体が溜まっちゃうんでね、でそこに火がつくっていうのは当然気体ですからね、一気にこう膨張しますからね、それがまあ小さな爆発のような現象となって、例えば液体のアルコールを飛ばしたり、ね、逆流させてね、その液体アルコールに火がつくと周りに炎がなんか飛び散るようなね、現象になることがあるんじゃないかなと思います。その点こちらはね、やっぱり安心って言っていいかどうか分かんないですけど、まあ、炎なんでね、常に危険はつきまとうんですけど、まあ、ある程度経験のある人がね、備えを準備してやった場合にはね、そこまでの危険はないんじゃないかなという感じになりますね。はい、だいぶちっちゃくなってきましたね。なんか見た目も小さくなった感じで、今経過時間がちょうど10分で、ケトルのがね、グツグツという音が出始めました。まだね、小さい気泡はできてないですね、水蒸気の粒はね。はい、はい、今11分半経過しまして、でこんな感じ、もうなんか残り少なくなってきた感じなので、これ20分っていうのは持つのかもしれませんけど、相当小さい感じじゃないですかね。でね、沸騰の様子だは、まだボコボコとね、大きな水蒸気が出る感じではないけど、ちっちゃいね、粒がプツプツプツと鍋底からできてはね、上ってきてるっていう、そんな感じです。だからまあほぼほぼ沸騰したよっていう状態。12分ですね、今ね、つけて12分経過してそんな状態になりました。S ビットのポケストのミディアムサイズでやってます。一応ね、銀紙っていうかね、銀紙じゃないな、分厚いアルミホイルをね、下に敷いて、穴が開いてるのでね、その穴から下に落ちないように今ちょっと工夫しながらやってるぐらいですね。あとは特に何もしてないですね。このポケストは向こう側にもね、ウィンドシールドがついてるので、もともと入ってるんでね、そういう意味ではちょっとこう向こう側に飛び散らないような、飛び散った場合にね、備えてはいるんですけど、あとは何の変哲もね、普通のポケットストーブです。なんか炎がね、変化してきましたね。ボコボコとなんかこう消える前の現象じゃないですかね、あんな感じになってます。46分から始めたから今13分ですね。20分持ちますよって、持たないですよね、これ多分。燃やし方によっては20分持つんでしょうね、多分。だから燃やし方にも多分よるんではないかと。まあ、こんな風に風が吹かないようにして、まあ比較的ね、屋内という暖かい場所ね、でしかもこう風防でね、周りを囲ってやったりすると、で上にこう、あ、消えましたね今。はい、ちょうど13分30秒、ちょうどっていうのは変だけど、13分30秒ですね。で今消えました。でお湯はね、沸きましたので、こんな感じですねちょっと20分燃えるっていうのがね、よくわかんないですね。燃やし方がね、変えれば燃えるんでしょうね、という感じで、このやり方だと、13分30秒という結果で、500cc の水が、完全に沸騰させることができました。水ってもね、今日めちゃめちゃ寒いんでね、
すごく冷たい水でしたからね、夏場だとね、もっと全然、沸かし始めの温度が高いと思うので違うとは思うんですけど、まあこんな感じですね。